測量用航空機、国風3測量用航空機、国風2測量用航空機、国風エアリアルフォートブレイク靴沢湖、塩尻シティ、長野プリーフェクチャー、ジャパン、靴沢湖の航空写真。国土航空写真航空測量とは、飛行機、ヘリコプター、無人航空機などから、地上撮影した画像データを利用して、地図作成することや、 地球物理データの環境計測などを行うこと、略語として高速が用いられる。航空測量の航空写真測量分野は地形図作成の基盤技術として広く世界で利用されている。また地球物理データの環境計測の分野では国土地理院が航空機を使用した航空磁気測量の成果として全国航空磁気以上図。 火山地域航空時気測量図を公表するなどその対象分野は後半である。航空測量は航空写真測量を空中写真測量の同銀語とされている。航空写真測量は写真測量法の分類の一つである。航空写真は空中から固定カメラを使用して垂直に撮影された画像写真である。地図作成の場合には航空機に 高速用の FMC 装置を搭載した広角、または普通角、レンズカメラを設置し、上空から隣接する写真を60%程度のオーバーラップを持つ垂直航空写真を撮影しが、撮影する。その後、空中三角測量、現地調査、図下、編集作業を経て図面を作成する。日本の基本図である2万5000分1地形図や、 地方公共団体が作成する都市計画図の地図なども航空測量によって作成されている。航空三角測量は航空写真画像から解析図書きやデジタルステレオ図書き等により基地の基準点や標定点などの座標をもとに図下標定に必要なパスポイントとタイポイントの水平位置と標高を決定する作業のこと。具体的には 相隣り合う2枚の撮影された写真画像を利用してモデルを作り、標定基準点を用いて標定ができると、順次相隣り合う写真を接続標定して1コース全体を1つのモデルとする作業となる。航空三角測量の方法は、図画機による機械法とコンピュータを利用して計算する解析法がある。航空レーザー測量は、 航空機に搭載したレーザー即装置から地上にレーザー光を照射し、地上から反射するレーザー光との時間差より得られる、地上までの距離と GNSS 測量機 IM から得られる航空機の位置情報より、地上の標高や地形の形状を調べる測量方法。レーザー即装置は、レーザー光を1秒間に5万から10万回発射することにより、 地表で50から60センチメートル間隔以下の間隔で計測することができる。なまた、広角カメラを併設しており、地表の画像も同時に取得することができる。GNSS 受信機は航空機の位置を知ることができる。一般に地上の電子基順点を利用することにより、連続キネマティック測量を実現し、地上の測量と同様な高精度の位置測定を可能としている。 イムは、いわゆるジャイロを改良したもので、飛行機の姿勢や加速度を測ることができる。この測定値により、レーザー光の発射された方向を正しく補正することが可能となる。レーザー計測点の高さは 1cm 単位で、記録され、高さの精度がプラスマイナス 15cm 程度、水平方向の位置精度が、概ね 1m 程度が、一般的である。航空時期測量は、 飛行機に磁気センサーを搭載し、面的にデータを取得することで、磁場分布を明らかにする測量のこと。観測された磁場から標準的な地球磁場を取り除くことで、局地的な磁気異常を表した磁気異常図が作成される。日本では国土地理院が測量用航空機、国風及び国風ににより1962年から1998年に、 かけて実施し、日本列島及び周辺地域の全国航空時期以上図が作成された。また、火山地域には時期以上が大きい場所があることが知られており、1999年から2001年にかけて岩手山、宇臼山、孫崎山、北海道駒ヶ岳及びその周辺地域における地下構造を解明する目的で航空時期測量が実施された。 航空重力測量は航空機に航空重力計を搭載して上空から重力を測定する手法のこと。重力計合わせて GNSS や加速度センサー、ジャイロスコープにより航空機の位置や加速度、姿勢を測定し、飛行高度、加速度、機体の傾斜、地球時点による遠心力の効果等の影響を補正することにより、 最終的な地上の重力値を決定する。日本では国土地理院が民間航空機を使用し2019年から測定を開始した。航空重力計は日本重力基準網2016に基づいた重力点を参照点に航空機の位置測定時の基準には電子基準点が使用される。国土交通省国土地理院は 無人航空機を測量で使用できるように UAV を用いた公共測量マニュアル及び公共測量における UAV の使用に関する安全基準を作成し2016年3月30日に公表 UAV を用いた公共測量マニュアルについても2017年3月31日に改正し公共測量だけでなく国土交通省が推進する アイコンストラクションにかかる測量作業において適用することを前提にしている。測量を業者が円滑かつ安全に UAV による測量を実施できる環境を整えることで建設現場における生産性向上に貢献するとしている。2020年9月から11月までの間、海上保安庁は青森県の八戸飛行場にて、 遠隔操縦無人機セガルディーンを運行した飛行実証を実施することで、海上保安体制強化に関する方針に基づき、攻撃の海洋監視が伴う、海上保安庁の捜索救助や災害対応、海上保執行活動などの業務での RPA システムの有効性を検証。セガルディーンのシステムは、逆合成海高レーダーイメージングモードを備えた、 マルチモード海洋表面探査レーダー、AIS 情報の受信機、光学カメラと赤外線カメラを搭載した、高精細のフルモーションビデオセンサー等で構成。本機は、当該センサー機能により、数千平方海り上の船舶の情報を、リアルタイム検出、識別が可能。また、搭載する、冷静音声の c ーベ海洋表面探査レーダーは、 船舶ターゲットの連続追跡に加えて AIS トランスミッターのレーダー追跡と連動。この不死の視点は日本邪神測量発達支年表を基礎情報としている。ここでは国土交通省国土地理院の測量用航空機国風3の運用内容について紹介する。災害発生時においては官民の航空測量機関が 被災地の航空機による航空写真撮影等による最新データを取得し、関係機関へ提供している。平時は航空測量による地形図作成、文化財保護、国土の強靭化計画や産業支援に寄与する一方で、ドローン、航空レーザー測量など新たな測量技術、研究開発、対応も官民連携して担っている。ありがとうございます。